ロシア、スタジオは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。あれ今日は謎に気合が入っておりますね。まあ気合でも髪切ったから。髪切ったのはもちろんそうよ、そうやけども、このなんか肩を出して、なんかまあ肌も綺麗やし。じゃあ最近はめっちゃ、なんて言ったらいいんだろう、なんか頑張ってんの最近はね。そうな、前は結構その帽子かぶってる率が高かったやんか。そうそう、あのなんかロシアン帽子みたいな、あれあんま良くないよ。でも俺はずっとあれ良くないって言ってんねんけど。なんか理由があんのそれ。何？じゃあその時は1回、その1個目の事件はハゲ出す事件が起こったわけよ、1回目、うん、まあ1回目はその自分はそのピルを飲み始めて、ビールはなんかいろんな効果があるのね。なんか生理痛とかで悩んでる人たちがやっぱり飲んだりするしてて、自分もちょっとお腹その時痛かったので、なんか飲んだら結構楽になるかなと思って、合わなくて、ビール自体がビールがその副作用的なものでハゲた、うん、なんかピールっていうのはいろんな種類があって、その中に自分に合うピールを探したんだけど、うん、自分はもう1個試してハゲちゃったから、もうそのショックでもう試すの無理ってなって、あ、なんかあの時はアレちゃんにハゲてることは言ってはいけない雰囲気もあったし、なんでやねん、うち聞いてたやん、ハゲてるやん絶対。そんなん聞かれてさ、うん、ハゲてるとは言えよ、言ってよ。その時は嘘ついてほしくなかったな。そう、え、嘘ついてほしくなかった。難しい、わがままやな、嘘ついてほしくない。でもその時は本当にもう嘘になる状態だよ。だって女の子やんか、女の子ってやっぱ髪の毛って大事やったりするし、うんうん、でそれ聞いたら、いやそんなことない、ハゲてへんって言うけど、でもコメントには明らかにいっぱい、え、あれちゃん最近ハゲてきたんちゃうみたいな、面積広がってきてるんちゃうおでこのみたいなこと書き込みがあって、うんうん、もうその時精神崩壊だったね。で、ほんでじゃあ1回目はハゲ事件があったから、まあ、それ隠すために帽子かぶってたね。帽子をかぶり出して、その後もっとなんか帽子をかぶったりとか、なんかこういう風にしだしたので、なんか免疫がちょっとなんか下がったりしてる時期があって、めっちゃ肌荒れてたの顔が。そうなんや、超肌荒れてたの。結構その帽子かぶったりとか、もういろんな帽子を買って、もうどういう風に隠したらいいかっていう状態だったの。ひどすぎたから。写真とかないの？え、ある。え、見たい。え、これやば、え、キモ。ちょっとやめてよ。もうだってもうおでことかすぶつのぶ、なんかぶつぶつがすごいいっぱいありすぎて、一つの大きなぶつみたいになってる。そう、結局はさ、肌荒れするとどうにか取りたいやんか、それって、うんうん、もうその時にもういらんこといっぱいしまくっちゃったのね。フィーリングみたいなしだしたりとか、うんうんうん、なんかそのこうザラザラの入っている石鹸を使ったりとかして、うん、でもっと肌を傷つくわけやんか、うん、そういう時って父はいけないんだって、あんまりニキビちゃんには。フィーリングしたりとか、ちゃんじゃないよ、ニキビニキビちゃん、なんならもうその年齢であれば吹き出物という。いやー、やめろ、やちゃんはつけさせてよ。わかりました、じゃあ特別今回だけちゃんをつけます。ありがとうございます。そう、で、もうその時にびっくりした、結構今の裾、そんなでかい裾をアレちゃんが出すとそんで、そなんで今日はそんな、そうそうそんな感じで言うてんよ。ほんま大丈夫。その時にイラモノしすぎて、なんかまあ肌荒れはするし、もっとひどくなっていくし、ニキビって無理やりやろうとすると皮膚の中のものが広がっていくんだって。こう出たりするけど、それってもう芯のやつが出てくるんじゃなくて、広がってから上の部分だけしか、こうニキビの汚い部分しか出ないから、あんまり良くないの。潰したくなるね、あれも。潰したくなるの、わかる。ニキビちゃんがな、なんか潰して、潰して潰してって言うね。こんな顔してる。でも最近そんなないよな、すごいすごいなくなったな、なんも、なんも、うん、普通におでこ歩いてて、まあ、今のおでこは本当に、本当になんかもう何もない。どうやってさ、脱却をしたの？何したん、ちょっと、まあ、その時はなんか使ってたの、まあでもこれは本当にベタなんだけど、オロナインも塗ってて、まあそれだけじゃないよ、いろんなやってたよ。美容オイル、バイオオイルとか、あ、これです、入ってこないピンタワメじゃねえかよ。これ何、どういう、バイオバイオオイルっていうんだけど、肌荒れとかさ、ニキビ跡、この傷みたいに残ってたりとか、デコボコになってるニキビに対して塗ってたりしてたね。乾燥しないようにとか、いろいろ頑張ってこれを塗りつけてたりしてたの。なるほど。そう、あともう一個、今日もう持ってこなかったんだけど、なくなってたから、その B12、 ビタミン B12 っていうクリームがあって、なんか結構最近見つかったらしいんだって、で、肌を再生させる効果があるの。その中で一番効いたのは何やったの、うん、その
その中で一番聞いた。でもいろいろやってたからね、その中の一番は何かっていうのはないけど。なるほど。そうで、そのやってる時が一番収まって、その3つの組み合わせをやってる。こういろんなことやってたんだけど、こう3つだけじゃないんだけど、実はその結構この動画ってさ、前に撮りたかったやんか、でずっと撮れなかったやん、でなんでかっていうと、そのずっとその撮りたくない理由が、なんかこういう商品をあまりにも PR してしまうのが嫌だったの。ただで。で今日は。で今日は実はお金もらえるの。お金もらえる。素晴らしい。金よやっぱ世の中ね。なんでそんな喜んでるの。いきなり気合入ったわ今から。いや頑張ろう頑張ろう。あのね、これ今めっちゃいい、これどっから金くんの。どっから金くんのや。これを使ってたんだけど、アトビタクリームっていうのもあったんだけど、もう一個使ってたのが、今その PR でたまたま来たのがこのオイル。何や、何やこれ。 CBD オイルって知ってる？知らん。何それ。チンチンチンオイル、精子的なもの。違います。 CBD オイルです。これを肌に塗ってたってことあるじゃん。これはね、肌に塗るやつもあるし、料理に作るやつもあるんだけど、この CBD っていうのはその口の中に垂らして、で飲み込んだりするようなオイルなのね。まあ、落ち着いたりだとか、やっぱ多分脳に働きかけるのかな、その鎮痛効果だったりだとか、あと老化を止めるとか、老化防止効果。なんかいろんな効果あるんや。あでもなんなん、じゃあアレちゃんはさ、それなん垂らしてなんか睡眠とか良くなった？睡眠？いや、なんかすごいなんかリラックスできたよ。結構そのやっぱりその心配したりもしたし、寝れなかったりもしたし。なるほど。じゃあ肌はやっぱり意外とストレスから肌荒れになるっていうことが多いからさ、そういう確かにこの外的なこの皮膚に塗りつけるなんちゃらみたいなんでこう治そうとするのも大事やけども、体の中からストレスをなくすみたいなことが大事やったんや、あれちゃんの場合は。うわ、あ、こんな感じ、これどのくらい入れんのここに。まあなんかね、その人によって違うらしいんだけど、多分これはね、これは 40% でこれは 20% だから的な感じか。まあ1日多分 2,3 滴ぐらいじゃない。いって、はい、割り。なんで2滴垂らしてんねん。あ、何の味もせえへん。ま、まあでもうちオイル、あのなんていうの、オイルも使ってんの、そのご飯作るために。へえ。わかる。料理オリーブオイルじゃなくて、そのヘンプオイルっていうのが私も使ってる。まあでも結構効果は実感してるよね。やっぱ全部治ったし。それでみんなが治るとは限らへんけど、うん、まあアレちゃんが一応この汚い顔から美しい顔になった理由はそこない。まあでもちょっとね、自信を持ってほしいっていうか、ただ悩みってもうすごい精神的なストレスなの、ほんまに。で今はまあコロナっていうのもっていう時期もあってさ、みんなそのなんていうの、気分が落ち込んだりとか、なんか寝つけなかったりとか、ね、いろんなあるやん、だから効果的なものを紹介できたらいいなと思ってたの。 あとはその私の肌あれを見て欲しかった。アレちゃんもなんか結構そういうあったんだ、そんなに肌汚かったんだみたいな、ね、私だけじゃないんだって、ね、うん、その今も悩んでる子たち結構。でも俺さ、俺もちょっと肌さ改善したの思い出した今。一番実感したのはタンパク質、プロテイン。運動するようになったやんか、でその時に俺プロテイン飲んでるやんか。要は今までタンパク質少ない食事を多分してたねんけど、そこからタンパク質を結構意識した食事とか、あとプロテインも飲んだりとかするねんけど、でそれ足すビタミン C をやったら取るようになってるのね。ビタミンっていうのはあくまでも肌の調子を整える作用やんか、でもタンパク質は肌を作るねんな。作るのは髪の毛とかもそうだし、そう肌を作るものはやっぱタンパク質だっていう風になるから、どんなにビタミンを取ってもタンパク質が足りてないと意味がないんやと思うね。ということはタンパク質を取って、でそれがこう肌を整えたり作ったりするのを手伝うビタミン C と一緒に組み合わさることによってすごい良くなるんやなと思ったから、意外と忘れがちタンパク質もちゃんと取った方がやっぱ食事治って、今はすごい嬉しいし、まあだからそのなってる子たちも悩んでる子たちも、あの時間をかけて、そのあんまりストレスにならないように
まあ、確かに気長になんかいろんなこのね塗りたくるやつとかに関しては人それぞれ合う合わないがあるから、それはもう自分で研究するべきやねんけど、あのちゃんとした睡眠とか食事とかっていうことを怠るなよっていう意味 でその睡眠とかの手助けとしてこういうねヘンプオイルっていうものがあったりとかするから、こういうのも活用してみてもいいんじゃないでしょうかというね提案という形になりますので、まあでも本当に好きなものを紹介していきたいな、自分は思う今後も、うん、なんかそのいろいろ来るでしょ、自分もいろいろ来る、インスタグラムとかにこれをなんかいくらで載せてくださいみたいな案件が来たりするけど、もう本当に自分のなんかガチで使って効果のあるものしかその紹介はしたくないの。なるほどね、やっぱ信用なくなるわけでしょ。これはアレちゃんは責任を持っていいと言えるのね。まあ私は使ってていいと言える、本当に使ってて良かったものっていうのでなんか紹介で、じゃあ俺もちょっと頭良くなりたいからちょっと使うわ、頭良くなりたい、これ以上頭良くなるの。そうよ、まあでも良かった、本当に今回こういうなんか動画撮れて良かった。なんかすごい怖いけどね、書かれるのがすごい、あの時一番恥ずかしい時のこの写真だからね、もうアレちゃん嫌いになったんだよ、なんて書かれそう、キモニキビ女みたいな、キモって、なんていうのロシア語でニキビって、ブリシやっぱね、油取り足りてないんじゃないの、あんたもっと油取りな、これヘンプ、確かにそうしよう、本当に油取ってね、頭良くなんないならウォッカを飲みなさい、ウォッカ飲んだら調子良くなるからね、あんた酒飲んだら、ちょっとやめて、私お酒でなんかすごく良くなる、いや、アレちゃん良くなる、俺アレちゃん知ってんねんで、アレちゃんが前テレビ番組出た時事前に酒飲んだこと知ってます、いやー緊張やめろや、やっぱロシア人あるあるやな、ここぞという時は酒決め込んでいかないと、まあでも緊張する時はね酒が一番っていうのでは、そのまあ高校時間やめて、今お酒をおすすめしてることになるからやだ、以上現場からお送りいたしました。